ドゥカティ、まあこのねフレームと、あドゥカティだ、分かりやすいね、はい、モンスターの1100のエボというモデルでございます。クーレーモデルの最終になるんじゃないかと思います。実はこの後に797っていうね、クーレーモデルが一時期追加にはなったんですけど、すぐ消えてしまったみたいでね、はい、このモデルから後ろ後の、モデルチェンジして水冷モデルに、ね、モンスターもなりました。はい、まあ、あの好みの分かれるところということでね、はい、まあ、初代のモンスターはクーレーでしたよね、はい、クーレーのね、あれは私もあの詳しいあれではないんですけど、93年ぐらい、そうあの時にあのプレイボーイっていう雑誌があるじゃないですか、そちらにあの最後の方にバイクとか車とかの、あのレビューが載ってるってあったんですよね。でそれにモンスター初代のモンスターが載ってたんですよ、はい、もちろんそれが目的で雑誌を買ってたわけじゃないと思うんですけど、なんですかね、筋肉マンありましたっけ、あれ2世でいつから言われましたっけ、あれわかんねえな、まあいいや、まあ、そんなのいいんですけど、93年ぐらいにね、うん、あの初代モンスターが、でその頃は私バイクの免許を持ってなかったんです。バイクに別にそんな興味なかったんで、はい、っていうかバイク興味なかったんで、ね、いける、よっ、よいしょ、外れましたね、はい、タイヤ交換、はい、タイヤ交換あります、はい、すごいホイールだねこれ、車みたいなホイールです、車みたいなホイール、はい、そうこれをね、これバランス取るのに困るじゃないですかね、だからこれ用のアダプターがあるんですよね、はい、そうで、後ろのブレーキにスカスカです、はい、だからエア乾電じゃないですかね、違いますかねこれね、これ後ろブレンボーの、カニタイプじゃないですかね、ね、なんでまあこれ構造上エアブリードが下になっちゃうんですよ、でそのままじゃエア抜きできないので、通常はこれ外してでこう向きをやって、それでエア抜きしてからやる つけてっていうようなやり方だと思うんですよね、はい、ちょっと変わってます、はい、ブレンボのやつをねそのままっていうのはね、はい、いいよ、うん、で距離は1万3000キロぐらいなんですよ、ブレーキディスクも、うん、あんまり減ってないですね、うん、だそういう意味ではいい、うん、でまあエボーももうあんまり出てこないんですね、エボー出てこないんですよオークションにもね、で4万とか走ってるのがちらほら出てきますけど、あんまり走行距離が少ないんですよね、やっぱりね、本当に出てこない、でおそらくねもうこの頃のモンスターはそんなにあの売れ線ではもうなくなってたんじゃないかと、はい、そんな気がいたします。93年ぐらいですよね、そうあの時にそのだからプレイボーイっていう雑誌ですよね、あちらに、載ってたんですけど、そう印象にあるのはね、その記事の中でね、あのドカティは、まあ、車で言えばねフェラーリみたいなもんだと、ね、まあ、それはいいんですが、日本のメーカーだ93年っていうと、例えば川崎は世界最速のねあの1100ありましたよね、はい、まあ、そういう車両があったんだけど、ああいうのは車で言えばマーク2のツインターボとかねそういうのみたいなもんだ、はい、みたいなね、あのそういう記事がね、まあ、そこその時の書いてる方がねそういうようなことを書いてましたけど、どなたなんですか、どなただったんだろう、うん、まあ、記事の内容としては、ね、そんなような感じ、はい、まあ、確かにね日本のメーカーの車両っていうのは例えばあの ZX11 すごいんですけど、すごいと思うんですけど、例えばブレーキとかねそんなにいいものがついてるわけじゃない、サスペンションだってそんなにいいのがついてるわけじゃないね、まあ、世界最速だけども、うん、どんなに頑張ったってその時のドカティではとてもね作れるようなバイクじゃないですけど、うん、でも、うん、やっぱりね
それだけじゃないっていうね、そういうことじゃないんだ乗り物としてね、速いスピードが出ればいいってもんじゃないしっていうね、うん、だから車とかもマーク2のツインターボなんてありましたけど、まあ、ソアラのツインターボなんて、もうあの頃はもう2リッターのツインターボもいっぱいありましたね。でもちろん3リッターでもね、ターボありました、はい、でその頃のあのベストボーダリングとかねああいうの見るとね、はい、日本のメーカーの速いんサーキット走ると結構だけど、やっぱりほら そういうじゃないっていうね、うん、例えばほらポルシェだとか、うん、ああいうのっていうのはやっぱり一律の長があるってね、あのガンさんがよく言ってましたけどね、うん、例えばほら GTR ある意味最強なんですけど、 あの頃32でしたっけね、うん、だけど NSX、うん、NSX でもうタイヤが良ければ絶対にあの NSX だったら負けないみたいなね、うん、そんなようなのもあの言ってましたけどね。やっぱりほら根本的な部分の作りっていうかね、うん、今の車みんなもうトータルですごいですけど、まあ、バイクもそうですよね、日本のメーカーのねトータルですごくなっちゃいましたけど、また平成の最初の頃ってそんなにあのお金かけるところにかけてないっていうか、エンジンとかそういうのにかけてたようですけど、足回りとかねそういう部分にあんまりお金かけないっていうね部分があったんじゃないかと思うんですよ、うん、まあ、それはねどうでも関係ないんですけど、まあ、でも結局その93年にモンスターっていうのが出て、851っていうスーパーバイクのフレームに、SSK のね空冷のエンジン 900cc のね、L ツインですよね、それを積んだネイキッドモデルが出た。でドカティがのネイキッドモデルを出したということでびっくりしたんです世の中は、そのバイク業界はえっ、ー、っつって、でもそれがあのドカティを復活させたみたいなね、はい、あの売れに売れまくってモンスターがね、はい、それによってあの今のドカティがあると言っても過言ではないというようなことらしいですけどね、らしいですけど、はい、うん、でその後いろいろどんどん進化してね、でまだねでもね93年ぐらいのドカティってねろくでもない車のイメージがありますね。ないですか、あのキャブ車の頃のドカティはダメ、うん、よくない、うん、っていうイメージがあります。はい、インジェクションになってからですかね、よくなったのね、うん、そうだから2000年過ぎたあたりからあのモンスターもインジェクションに変わって、であの辺りの車両はそうなんかあんまり壊れるイメージないんですよね、うん、そう、その前のやつはねえっていうのがまあリレーとかそういうのはまあ別ですけど、そうキャブ車のモンスターで、でもそれでも最終の方でしたよ、最後の方でしたけど、リアのアクセルがね折れたと、よくわかんないですよ、リアクセルが折れた、うん、あとエンジンが止まらないなっちゃった、セルが回りっぱなしな、いやまあそれはリレーですよね、張り付いちゃった、ずっとセル回ってる、だからエンジン止まらないエンジン止まらないんですけどって言われて、そうや何奥さんの言ったからね、何奥さんの言った都合上うちとしてもね、まあ一応お話は伺って、ってでバッテリーとか外してもダメですか、最終的にバッテリー外してターミナルね止まるっていう、さすがにバッテリーのターミナル外して止まらないななんてね、うん、でもその車両ね最終的になんかあのアウトって売却しあの買ってほしいみたいな話だったんで、あいいですよっつって、そうなぜかというとあれね良かったんですよ、そう FCR ついてたしね、うん、っていう良かったんですけど早かった、うん、しかもやっぱりそう、そしたら結局ねうちにその後声かけなくかかんなくてうちには出してくれなかったんですけど BDS に出てました、はい、金額はまあそれ、まあ、そんなめちゃくちゃ高いっていう金額ではなかった、それなりでした、はい、まあ、距離走ってたからね、3万弱ぐらい、あれ3万乗ってたかな、2万5000キロぐらいだったんですよね。だから、なんか壊れるっていうね、キャブ車の頃の。でも、キャブじゃないのは、なんかあんまりイメージないです。壊れるっていうね。はい、まあ、それでこれ、696にフルモデルチェンジして、でそれのまあ最終型ですよね。フレーム一緒じゃないかな。同じこのタイプ、このあんまり、このフレームは、ちょっとね、どうかと思うんですけど、まあ、こういうね。あのでここがタンクが樹脂がついて樹脂のタンクにカバーつけてでカバーでこういろいろ色を変えられたりするんですよねこれね、うん、まあ、そういうでここの鉄とあとここはアルミじゃないですかね、アルミの複合になってるんですかね。エンジンはどうなんですかね、1100変わってないような気も、でも出力的にはこれ一番高いらしいんですよね、うん、そう、あでも6キロとは違いますもんねそうツインスパークエンジンでしたっけ、なんかね、うん、そう、まあいろんなね流れがあって、はい、でこれなんか100馬力あるらしくて、
空冷のモンスターで唯一100馬力あるっていうね、うん、そういうモデルらしいです。はい、まあ出力はもう100馬力、うん、まあでも900で確か80馬力ぐらいしかなかったと思うんですけど、あれ十分速いですよね。っていうかってぐらい速い、800でも速いですもんね。70馬力ぐらいしかないですけど、うお速いねって思いますよね。だからね、出力じゃないですよね、分かんないですけどね、はい、さあそんなところですね。で、リンク式じゃないよねこれね、このサスペンション、ここに直でねつながる、その倒立で接続してるんじゃなくて、なんですが普通の整列でつながついてるっていうね、これも面白いですね。で、多分スペースの関係上なのか、まあ、これで十分なのか、あのリザーブタンクとかないんですよこれ、不思議なもんでね、うん、そういうモデル、そういうのじゃないっていうね、うん、はい、ですね。よし、そしたらじゃあタイヤをこれを入れ替えて、でバランスはね、で後ろだからバランスいらねえなと思っちゃってダメダメですかね、取った方がいいね。タイヤはね、この純正装着と同じタイヤです。はい、新車の時のタイヤとね同じタイヤ、ディアブロってやつです。ディアブロロッソの2です。22、うん、多分この2が標準装着のタイヤだから一番マッチするんじゃないですか。今だとね、気持ち安くなってます。当時は高かったと思うんですけど、ね、今は気持ち安いね、はい。いいことでございます。はい、減るんだろうな。うんね、はい、そういえば797もディアブロついてるから、ロスト2。なんかね、いいんですかね。よし、さあ、余計なお話はもう終わりにしまして、ちょっとね、はい、順次やって、そして車検取ってですね。そう、住民票いただいてないな。もうご契約いただいてから2週間ぐらい、っていうかご契約いただいた日、私コロナかかっちゃ熱が出た日なんですけどね。それでその後、ね、寝込んでたんであれですけど、なんかね、あんまりなんかね、やる気が起きないんですよ。全然倦怠感ですかね、だるいっていう、なんかあるらしいですもんね。なんかそれを理由にずっと休んじゃおうかななんて